If you're talking, I don't want to listen. I don't want to know. Baby, love you, but I have my reason. Just to let you go. We are. DK. 入るかな？はい、購入したのはキヤノンの G3370、まあ、オフィス用のインクジェットプリンターですね。はい、開封していきます。ちょっと、ね、高さがやっぱり足んなかったので、棚を1個上げればなんとか入るかな。まあギリギリ収納できてよかったですけど、スキャナーを使う時には残念ながら出さないとスキャナーが使えなさそうです。付属品は巨大な黒のインクのボトルと、イエロー、マゼンダ、シアンですね。はい。こっちに黒のボトルですね。ここにカラーのボトルを挿して、インクの補充をします。じゃあ、このボトルをですね、ここに。よし。お、なんかポトポト音がしてる。おー。はい、じゃあサクサクカラーも入れていきましょう。はい、すごい絵面じゃないですか。インクをねこうやって補充するっていうね。はい、ちょっとカラーが終わったんで、よいしょ、いいよ。じゃあマゼンダを購入。はい、めっちゃ気持ちいいですね、この音。インクがね、タンクの中に入っていくこの感じがたまらんですね。はい、ブラックも終わったので取りましょう。だから3色インクなんで、写真とかはね、そこまで美しくはないんですけど、もう正直ね、プリンターで写真の印刷しないんで、もうカラー印刷がほどほどに綺麗に出て、基本はブラックのですね、まあ、白黒の印刷メインで使う用途にするとですね、このプリンターがめちゃくちゃコスパも良くていいんですね。これインクがめちゃくちゃ安くて純正なんですけど、なんか1個、このボトル1本で7000枚印刷できるとかって言って、すごいね。しかも値段もそんな高くないんで、はい、コスパが最高のインクジェットプリンターということで、今回はもう写真の綺麗さは諦めて、普通紙へのカラー印刷、そしてブラック白黒の印刷っていうのに全振りしたこのプリンターですね、G3370 を選択いたしました。設定これで完了ですね。ちょっとまず上の荷物をどけて、こいつを収納できるようにしておきたいです。はい、無事収納できました。上もね、なんとかギリギリいけそうなんで良かったです。うっせえ、結構うっせえなこれ。はい、今気づいたんですけど、下にね用紙トレイがついてないタイプでしたね。全部後ろから吸収する必要があります。いや、ボンミスです。用紙トレイが、吸収トレイがね、いる人は、3370よりもでかいタイプを買ってください。多分5000番台とかを買えば、ちゃんと吸収トレイがついてくると思います。まあ、いっか。そんなにね、普段から使わないんで、まあいいです。はい。試しに印刷をしております。音はね、割とうるさめですね。で、モノクロだと11枚。1分間に11枚。で、カラーだと7枚かな、確か。うん。1分間にです。まあ、印刷速度はそんなに遅くはないかなっていう感じです。で、まあ、見てもらったらわかる通りで、まあ、カラー印刷を普通紙にやるレベルだったら特に問題はないかなっていう感じ。そして、黒がね、かなり綺麗に出ますね。顔料インクなんで黒が綺麗に出る感じです。まあちょっとでかくて場所を取るのと、このサイズなのに吸収トレイがついてないというのが微妙。でも印刷速度は速いし、まあカラー黒を普通紙に印刷する用途だとかなりいいんじゃないかなと思います。
まあ、なので、まあ、写真は印刷せえへんけど、こういう、まあ、モノクロカラーの文章印刷するよとか、あとですね、これですよね。スキャナーヘッドもついてるので、コピーを取りたいっていう用途には、かなりいいんじゃないかなと思います。なぜインク代もですね、黒が 0.1 円、カラーが1円、で、ランニングコストとしては印刷ができるので、まあ、これだけ考えてもですね、まあ、コンビニでカラー印刷したりすると結構お金かかるんで、まあ、だいぶお安くモノクロカラーの文章を印刷することができる、なかなか優れもののプリンターなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、印刷が終わりました。まあ、音はちょっとうるさいかなっていうのと、まあ、スピードはそこそこ速いんで、まあまあそんなにストレスはないかなって感じでした。で、なんせこのプリンターのいいところはですね、まあ、インクを直接注げるこのボトルに注げるっていうところがですね、いいなっていうのと、まあ、それによってですね、インク代が黒だと1枚印刷するのに 0.1 円、カラーだと約1円で印刷ができると。これ純正のインクでこれですからね、もう、すごいことですよね。7000枚、多分7000枚か6000枚か、それぐらいですね。1回のインクの補充で印刷ができるので、僕、そんなにね、むちゃくちゃプリンターの使用頻度高いわけじゃないんで、さすがにこの枚数をですね、このプリンターが壊れるまでに印刷しきるかどうかが怪しいっていうぐらいなんで、まあとにかくランニングコスト安いし、インク大容量で交換の手間も省けるし、いいんじゃないかなと思います。まあちょっと唯一残念だったのが、前面の休止トレイがないっていうところぐらいなんですけど、まあ別にね、背面にぶっ刺して使えばいいし、もともとプリンターの使用頻度そんな高くないんで、使う時だけ出して、まあ、紙をぶっ刺せばいいだけなんで、まあ、それぐらいの点はまあ我慢しましょうと。それより何よりもインク代がですね、安くて済むっていうこのランニングコストの良さがこの G3370 の魅力なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、興味ある人チェックしてみてください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆様、さよなら。